はい、一号杉です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。えっ、ー、と、明治維新と五代友厚というふうな形で今配信を始めております。えー、今回ですね、あのー、明治維新、お札もね、最近ね、変わりますがね、お札が新札に変わりますね。で、えー、まあ、天柄門でも演じていた五代友厚をメインにやっていたものなんですが、えっ、ー、と、一緒に出てる伊藤博文や、 坂本龍馬と、えーまあ、功績は、えー、大きく報じられたりとかお札のメンバーになったりとかすることもあるんですけれども五代友章さんに関しては、えーまあ、教科書にでもね、えー、政府と癒着し私欲に尽くしたというふうな形で今まで教科書に載っていてで5社のうち4社が今年度2024年度からの、えー、教科書改訂により えー、その辺を改めるように、えー、なりましてで全面的にまあ90%ぐらいがね、えー、とその門限が消え,てし消えることができるようになりましたで、えー、とこのね古別紀っていう方の写真集合写真に明治維新に関わったと思われるえー、とまあ外様のねあの若い、えーてまあ、武士たち 若い武士たちね、あのー、そういう人たちの集合写真があるんですけれども、その中に五代さんも写っているんですけれども、まあ今回のことを思うときにですね、えー、五代さんはまじ、あ、歴史からも消え去られていたと言われているんですね。大阪の経済をねあの発展させた日本の経済を発展させた人でありながらも。 歴史から掲載られていたでそのことを考えた時に、えーまあ、今回やっぱりそういうお札のメンバーになるっていうのは、えー、やっぱりそういうふうに、えー、こう明治維新ですね明治維新の立場から見て、えー、優れた功績を知っているっていうことの人物がこう。 載せられるってことなんですよねだから相手にとってから、まあ、日本としてはすごくあの一番こう、ね、日本が素晴らしい国であって他国からのんーこの日本という国が欲しいという風な思いが強かったんではないかと思われます。で、えーまあ、今回い、ね、いとかねの国がですね、えー、まあわと あのねえー、と若い若い侍たちをこう,うまく使って、えー、日本という国を打ったっていうことになりますね。はい、で今回その中で五代さんに関してはある意味、えーまあ、裏切り生き方 えうん、富や金や、ね、権力よりも目的なのは生き方だというふうなことを言うことということで、あのー、まあ反逆者とも言えるような状況ではあったのかもしれないなと思います、はい、今回ねそれで、えーまあ、14代、ね、将軍とか二、ね、十歳の、ね、若さで、えー、まあその時にね、えー、天皇

まあ、サッチ同盟もしてなかった時期なんですけれども、その中でもうっていうところで、えー、重要な将軍とかあ、目の上の炭鉱部ですよね。目の上の炭鉱部がですね、まあ、いなくなったということですね。はい。で、まあ、政府の、えー、重要人物の段に1名メンバーが入っていたんですけれども、そのメンバーが、 後になってて消されいるるという書物があるんですよ、ね、で、まあ15代将軍は無江戸城の無血のねやったんですけれどもその後彼はもう隠居のような生活をされているんですけれども果たしてそこの中に1名あった名前は誰だったのかっていうところですよね。 ヤコダイさんっていう方が、あの、本当にこの時代の中で消されていて、新たに教科書が改正され、そして天柄門という映画が、えー、年に何回も上映されるっていうことで、まあ、そうですね、それが公表されないっていうか、宣伝されないっていうことにも何かしら意味があるし、天柄門というあの映画の 名前っていうかその中にやっぱりこの明治維新っていうか MH さんが演じた中でこの明治維新っていうところを、あのー、大きくポイントをあ上げていて大河、うん、じゃダメだったんですよね彼にとって。あの大河をやらせなかったじゃなくてやってはいけなかったんですよねっていうことですね。はい で、えっと、あの、アンケートとかね、あの、私の方で取ってたりするんですけど、えー、そのアンケートも、あの自分の意思がわからないから聞いてるわけではなくて、やっぱり、リスナーと共に、えー、動画を作っていきたいと思ってるんですね。で、いろんな考えの方はいらっしゃると思うし、その考えを私はそういうふうに理解して、 えー、皆さんがどういうふうな大体何割ぐらいの方って出てくるんですよ。あの統計質問アンケート出したりすると、えー、こういう考え方をしている人は大体どれぐらいの人が私のリスナアンナさんの中にはどれぐらいいるのかなっていうところを見ているのでやっぱりそういうふうなところも寄り添った配信をしていきたいと思っていますし。えー、と他の、えーとまあ 他のね、考えのね、YouTuber さんとかを見ていただいて全然構わないんですけど、まあ、あの、私はブレません。うん、ブレません。うん。あの、きちんと自分で判断できるんであれば、どんどん見ていただいてもいいと思いますし、ね、わからないことがあれば、まあ、質問していただいたりとか、ね、そういうのでもいいと思うんです。ね、ライブではね、なかなかね、あの、言ったりとかしても、 さげのチャンネルも1一回なくなっちゃってるので、あのー、言いたいことのまあ10分の1も今言ってない状態なんですね。で,ですのでまあはっきりしたことは言えないんですけど、まあ、メンバーメンバーのね配信とかメンバーだけの配信とかねそういう場合であればもうちょっと踏み込んだ発言とかもできるんではないかなと思いますし。 あのー、本当にこう、うん、まあその辺ぐらいだからねこうこ子供のこととかね私は配信があっち飛んだりこっち飛んだりとかするかもしれないけれども、うん、やっぱりその全てがねつながってきちゃうんですよねっていうか <laughs> なんで、まあ、ね。えーいろんな 複数の配信的なことにもなるかもしれないんですけどこう結びつかしていくと,うとあのその糸の先には MH3 につながったりとかいうこともあるんですねだからこそ配信をしていますのでよかったら応援をお願いいたしますはい1号サギでしたえっとこのね五代さんがね本当にこう 今までね、動いてなかったこともね、よかったらね、その辺もね、えっ、ー、と、まあ、えー、まあ、ふるべき写真っていうのねも、もしよろしければ、興味があったら、見てください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。チャンネル登録、ベルマークもお願い。